滋賀県湖南市石部駅前の司法書士行政書士の高杉です。今回は合同会社の設立についてお話をします。これから会社を作りたい方、しかも株式会社よりもシンプルで安価に会社を作りたい方、司法書士試験をはじめとした試験関係の対策をお考えの方におすすめになっておりますので、ぜひ最後までご視聴をお願いいたします。まず会社を設立するにあたり、合同会社にするか株式会社にするか、そのメリットやデメリット等は別の動画で詳しくお話ししております。簡単に言うと、合同会社の方が設立のコストが安い、手続きは簡単、設立後も定期的な登記がない等の特徴があります。また法人も社員になることができます。一方で、さまざまな種類の役員を置いたり、株式の種類によって扱いを変えたりと、監査役、会計参与、会計監査人等を設置し、監査監督機能が、高いことを公示したい等の理由があるのであれば、株式会社の方が向いていると言えます。合同会社の設立は主に3つのステップにより進めます。1つ目は定款、つまりは会社のルールブックの作成、2つ目は出資の履行、3つ目は会社設立登記の申請になります。1つずつ説明していきます。まず1つ目のステップ、定款の作成です。定款とは、会社のルールブックで会社がどのようなものであるかの骨組みになるものです。定款には絶対的記載事項といって、会社で絶対に定めておかないとならないことが、定款で定めておかないといけないことが会社法で定められています。書いていない定款は無効になります。1、目的、会社がどんな事業をするか。2、称号、会社のお名前ですね。3、本店の所在地、会社の場所ですが、市区町村までで、大丈夫です。4、社員の氏名または名称及び、住所。5、社員全員が有限責任社員である旨。6、社員の出資の目的及びその価格または評価の標準となっております。株式会社でも似たような内容でしたが、社員が、発起人に代わる、社員の責任の記載がない等の違いがあります。定款の作成での注意事項を、いくつか説明します。会社の目的は、会社がどのような事業を行うかを明示するものであり、特に建設業、産業廃棄物等の、許可の、観光庁の許認可を受ける場合には、対象の許認可を受けるにあたり問題のない目的としておく必要があります。称号については、会社法第6条により、合同会社の場合は会社名に合同会社という文言も入れなくてはなりません。他の種類の会社を入れてはならないことになっています。同一の所在場所における同一の称号の登記の禁止というふうになっておりまして、以前は市区町村単位で類似称号の使用が規制されていたかと思いますので、類似称号に関しては以前よりも会社法上の規制は緩くはなりました。とはいえですね、不正競争防止法により、やはり紛らわしい称号の使用はトラブルの元になるため、インターネット、電話帳、登記情報提供サービス等を使って類似称号がないか調べておく方が良いと思います。社員の氏名または名称及び住所ですが、合同会社では業務執行社員は氏名または名称を、代表社員は住所も登記されることになります。住所が誰でも知ることができるようになるため、プライバシーの観点から困る方もおられると思います。これはすごく新しい情報なんですが、DV やストーカーの被害を受けていることが一定の書面で証明できる人に限り、住所を非表示にすることができるようになりました。今のところ好き嫌いだけで、住所を非表示にすることはできませんが、困っている方で、証明書類を用意できそうな方はですね、ぜひこの、仕組みを検討してみれば良いと思います。合わせて社員に関して覚えておきたいことですが、社員のうち業務を執行しない社員については、定款には記載はするけれども登記はされないということです。イメージとしては、株式会社の株主が登記されないことに近いかもしれないですね。定款には4万円の印紙を貼らなければなりませんが、電子定款であればこの4万円の印紙は不要となります。行政書士、司法書士は電子定款を作成できる環境を整えることが多いので、有料であっても定款作成を依頼しても結果としてそれほど費用が変わらないということもあるかもしれないですね。定款で大切なことがもう一つ、合同会社の特徴なのですが、定款を公証役場の公証人の認証を受けなくても良いということが挙げられます。定款を公証人に認証してもらうには、認証手続きの手間と最低でも3万円以上の手数料がかかります。これがかからないという点も合同会社の魅力の一つですね。さて、定款の説明が長くなりましたが、次は出資です。基本的には株式会社と同じで、入金した通帳のコピーを用意するのですが、株式会社のように銀行等の払い込み取扱機関で、金銭の払い込みをしなければならないという制約はなくって、
代表社員の作成にかかる出資金、領収書等を添付することで差し支えありません。次は3つ目のステップ、登記申請です。登記申請書を作成し、先ほどのステップで作成した定款資本金の払い込みを行ったことを証する書面、この2つは必ず必要になります。試験に出ないけれども必要になるとも、ものとしてですね、印鑑証明と、印鑑届書も必要になります。定款で必要事項を定めていない場合は、その事項を、社員が決定したことを証する書面が必要になります。定款の絶対的記載事項になっていない、本店の所在場所ですね、つまりは、定款では市区町村単位までで決めておいて、あとは番地とかですね、何番何号とかそういったものを、こういう社員の決定で決める、もしくはその資本金の額であったりとか、支配人の選任等を、社員の決定で行う、こういった場合が、これに当たります。実務上は別途書面を用意するのも面倒なので、事情がなければ定款にあらかじめ書いておくことが多いような気がします。また資本金の額は会社法及び会社計算規則の規定に従って計上されたことを証する書面は、出資財産が金銭のみの場合には不要になります。株式会社でもこの点は同じですね。登記申請をいつ行うか、これは意外と重要です。なぜなら会社の設立登記の申請書を法務局に提出した日が会社の設立の日、つまりは会社の誕生日になるためです。そのため土日祝日や年末年始に会社設立登記ができず、これらの日を設立日とすることができないということになってきます。会社設立登記が即日完了することはほとんどなくってですね、早くて数日、多くは1週間前後かかることが多いですし、各書面に補正事項等があればその補正にかかった時間が加算されまして、思った以上に、登記申請を出してから時間がかかるということもあります。設立の登記を申請するためには、登録免許税がかかります。最低6万円で資本金の額の、1000分の7が6万円を超えてくるとその金額になります。正式には切り捨て等をして、算出をします。そのため資本金が、857万円くらいからですね、最低金額の6万円を超えてくることになります。株式会社ではこの登録免許税の最低額は15万円なので、登録免許税という観点でも合同会社の方がかなり安くお得ということになりますね。なお特定創業、支援事業を受けた創業者の場合、証明書を添付すれば、登録免許税が半額に減額されます。とはいえ減額前が6万円であれば、株式会社の15万円ほどのインパクトはないかもしれないですね。自治体や商工会などが、開催している創業塾等がこの事業に該当していることも多く、創業仲間作りや創業の勉強などもできるので、個人的には、かなりおすすめになっております。法務局で登記が完了すれば、いよいよ世間に会社ができたと言えるようになります。繰り返しですが、登記、完了の日が、設立日ではなく、設立の登記を申請した日が会社の設立日、会社の誕生日になります。会社を設立したら、税務署や、市区町村、都道府県等や、社会保険事務所等に、所定の書面を提出したり、金融機関で法人口座の開設を行うことになろうかと思います。また許認可を受ける場合はですね、法人登記が完了してから許認可の申請をすることが多くなっています。設立に関してですね、かなり簡易で、いろんなところの関与は不要なんですけれども、事業年度の設定であったりとかですね、さまざまなところでやはり税理士の先生等の関与があった方が、より良い定款にはなると思うので、そのあたりは必要に応じてご相談されると良いと思います。以上、今回は、合同会社の設立についてご説明しました。費用面で言えばですね、定款の、認証手数料、設立登記の登録免許税と、多くの場合10万円くらいは設立費用が安くなります。株式会社との違いを理解し納得した上で、ぜひ比較的安易かつ、安価に設立できる合同会社の設立を検討いただければと思います。今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。